話チャンネル。さあ始めようか。どうもチーム山嵐の SA です。今回も映画紹介になります。今回ご紹介する映画ファミリーツリーです。こちらはですね、2011年のアメリカの作品となっております。こちらがですね、ジョージ・クルーニーが、主演をしている映画となっていまして、ストーリーはですね、ハワイで暮らすある家族に起こる出来事を描いたドラマですね。なかなかに、心を動かされるような話になっていると思います。主人公がですね、祖先の土地を受け継ぎまして、でハワイで妻と二人の娘と共に暮らすマット・キングというのが、主人公になります。そんなある日ですね、妻のエリザベスがボートの事故で昏睡状態に陥ってしまい、さらにですね、その事故からエリザベスには不倫の相手がいて、なおかつ、離婚まで考えていたことというのが発覚してしまうんですね。でさらにその離婚のことを考えていたり、不倫の相手がいるという状況をですね、自分以外の友人や長女までもその事実を知っていたということに愕然とする主人公が自らの人生を見つめ直すというようなストーリーになっております。こちらはですね、なかなか感動する映画になっていると思います。祖先の土地をですね、受け継いだのはいいんですけど、リゾート開発の計画が出ていて、そのリゾート開発に、土地を売るのか売らないのかという大きな問題を一族で抱えながらも、妻が事故に遭い、その事故が原因で自分が知らなかった不倫や自分と離婚しようとしていたというところまで出てしまい、なおかつ長女がグレている理由の一つが自分の母親の不倫であったりとかで、何も知らない次女がいるんですけど、でこの二人を迎えに行って自分たちの家族を見つめ直したり、自分自身の人生を見つめ直したり、自分の一族の歩みだったりとか、今後などをですね、主人公が見つめ直していくというストーリーになっています。こちらはなかなかにですね、心に来るというか、しみるというか、映画になっているとは思います。これはですね、どうお芝居の勉強になるかみたいなところは、なかなかに難しいところだとは思うんですけど、あるとするのであれば、知らなかった事実を知ってしまい、なんかその自分が不幸なのか、微妙なところですけど、そういう状況に陥ってしまった主人公の目線を見ていただ、主人公を見ていただいて、実際自分だったらどうなるのかっていうところを考えていただいたりとか、逆にですね、女性の方であれば、小さいお子さんを見ていただいて勉強していただいたりとか、高校生ぐらいの思春期でなかなかに、その難しい状態の、難しい感情の状態というか、難しいその心の状態、難しい心の状態の高校生の、長女が、自分の母親の浮気を知ってしまって、どういうふうに、思っているのか感じているのかっていう部分をですね、見ていただけるとまた違った見方ができて、学ぶことができるのかなという映画だと思います。さて今回ご紹介させていただいた映画はファミリーツリーでした。ぜひご覧ください。それでは。